あの資材置き場の担当者が言ってたオルゴールってこれかな。かなり錆びてるけど。死体。持ち主はこのアンドロイドでしょうか。様子からしてだいぶ前に亡くなったみたいですけど。とにかくこの箱を担当者に届けよう。何の音だろう。バンカーより緊急連絡。 2B さん、廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認しました。他にも機械生命体反応が多数あります。全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください。大型兵器 2B、 やっぱりこいつらは僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。警告、作戦エリアからの離
あの資材置き場の担当者が言ってたオルゴールってこれかな。かなり錆びてるけど。死体。持ち主はこのアンドロイドでしょうか。様子からしてだいぶ前に亡くなったみたいですけど。とにかくこの箱を担当者に届けよう。音だろう。バンカーより緊急連絡。 2B さん、廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認しました。他にも機械生命体反応が多数あります。全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください。大型兵器 2B、 やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。2B、 司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。分かった。大型兵器の足元は危ないですね。どこか別のルートを探した方がいい気がします。
行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。集中している。ハブの情報を表示します。飛行ユニットの場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行で接近してください。了解。
敵大型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。まさか数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。全ヨルハ部隊へ。数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測、マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ。多分テリーって大雑把なところがあるんですね。トゥビー、反応があった陥没地帯の地下に行ってみましょう。
クセスポイントからメール受信の連絡。これは地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして。写真の場所か、遊園地廃墟と砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。
なんだあの変な敵は。地形が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。この通路は昔からあるみたいですけど。報告、強固なプロテクト、アクセス不可能。生命体たちの残骸が。でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。この場所は。データベースに該当する情報はありませんね。あれ
破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちは。トゥビ、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造主はそれを凌駕する。大して自分を必要としなく、自分たちの創造主を倒すなんていいんだ。こんなやつ、植物のように単純でくだらない構造の生き物だ。価値の私たちの権威は月にいる人類。人類。そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると同じ種族で大量に殺し合う、愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその真実に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思う。手伝う。そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴くんだ。こんなこと他にはない。そんなことやらせるわけないだろ。トゥビ、こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけ。滅ぼすしかない。キリコちゃん、ここにいる退屈宇宙人と呼ぶ。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。またこの道を戻るんですか。めんどくさいですね。文句言わないナインエス。はーい。トゥビーさん、こちらオペレーターのシックスオーです。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置。ええ、地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。マップに1データをポイントしますね。やあ、元気？あなたは？君たちのところの司令官に言われたん。転送装置も動かせるようにしておいたから。ああ、司令官は昔馴染みなんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置。でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。
以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え、あの怪しい感じの機械生命体ですか？月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだし、ちょっと休んでいきません？トゥビー。気が向いたらね。
場所、あの女性にお願いされた写真の場所じゃないですか。座標を記録しておきましょう。
ことがある。はい、私に回答できることでしたら何なりと。この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫はそうでしたね。歌姫？あれが？あとは森の国にもいるのですが。森の国？この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで我々が近づくこともできません。場所は廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国しら…ふざけんなよジャッカス、お前の道楽に付き合ってられるか。ふんだケチ。じゃあちょっとついてきてくれ。ほらあそこに敵が見えるだろ。あいつとの戦闘データを取りたいんだよ。ではさらなる科学の発展のためにいざ戦いたまえ。されていた目的を達成。
スタンスキャンプに書かれていた数列を座標に変換するとこの辺りになるはずなんですが、レジスタンスキャンプに書かれていた数列を座標に変換するとこの辺りになるはずなんですが、レジスタンスキャンプに書かれていた数列を座標に変換するとこの辺りになるはずなんですが。
あの女性にお願いされた写真の場所じゃないですか。座標を記録しておきましょう。収集要素は可能な限り回収することが合理的。推奨カードへの応印スタンプ。Thank you.